たんかお前。来たか来たか来たか。でかい。サイズは。でかいぞ。釣れ釣れ。おった。でかいぞでかい。よし。よし。よし来た。オオサンショウウオ。あ、痛い痛い。これなんか牙が鋭いな。また当たったんか。当たった当たった。水温が 11.2 度。ぶった、でかい、でかいの来た。おい、ほんと釣れたの？66。マジでかい、でかいでかい。これ60。ほんとかお前。60。おい、でかい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 。ほんとかお前。でかいでかい。ゾイゾイ。ちょっと引きで取ってきて、引きで取ってきて。でかい、でかいでかい。これでかい。おバラすなお前。赤いのついたら赤いの。おお、早早上げ、早上げお前。おるかほんと。おおおるおるおる。めちゃめちゃでかい。おるおるおる。これおるおる。50アップだ。でかいぞ、本当にでかいぞ。50きた。全く上がってこんから、寝かかり並み。これでかい。おお、これはでかい。おい、やったなお前。赤いのついてる。おついてるから早。でもエネルギーないぞこれ。上がらないんだって重すぎて。10%。おお、でかいでかい。マジでかい。マジでかい。マジでかい。やったやった。うわでかい。バラすなよ、絶対。これはでかいぞ。50きてねえか。50きたか。来た。わ、でかいでかい。本当にでかい。よし、あ、50あるかも、本当に。うわぁ、うわぁ、うわぁ、これ本当でかいぞ、お前。寝がかりだと思ったのよ、ゾイで。めちゃでかいじゃん、これ。このゾイで。ついにやったな、お前。寝がかりと思って。おぉ。そう、微妙に動いとるかな。おぉ、大丈夫。持って持って。やっぱ。来た、50来た。これマジ重いわ。ちょ、持って持って。これはでかいぞ。50ちょうど。50だいぶあるよ。ちょ、50いってるぞ。待てよ。50軽くある。50ちょうどやで。軽くある。でどうして？あ、人じないこいつ。でしょ。うん、ほら、50ちょうどぐらいか。50ちょうどぐらいだ。ここ始まりだから。よっと。50。でかい。でけえ。おまと重い。重いこいつ。ブリ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 。ここ皆さんちょっと感動しましたよ。あのプリスボーンのメス、多分メスですよね、あれメスだと思うんだけど、重かったサイズの割に。このオオサンショウウオがちょっともうヤバすぎて、釣れすぎてね。釣れるな。釣れるよね、オオサンショウウオ。え、なんでこんなに釣れるんだろう。オオサンショウウオ、no. これどうよ。なんかネバネバするやつについちゃった。何、あ、卵みたいなのなんかついちゃった。腹から出してた、ちょろっと。なんかついちゃった。手についたか。めっちゃネバネバする。オオサンショウウオでもやばいやろ。やばいな、このワーム。なんでこんなに釣れるの。めちゃめちゃ釣れる、no. でこれより釣れるワームないよな。いや、冗談で言ってるみたいだけど本当に釣れるよね、なんかね。もうブルーラッドとどっちが釣れるの。ブルーラッド、ブルーラッドとかも釣れないし。ブルーラッド別に釣れないし。え、釣れないでしょ、ブルーラッド。オオサンショウウオがやばい。やばいよ、ほんと。昨日からこれやっとるけど全然釣れへん。こっちやで、やっぱり。オオサンショウウオこっちやで、やっぱり。ブルーラッドの10倍、10倍釣れる。ブルーラッドも釣れるけど、シルエット的にね、うん、こっちの大きいやん、この尻尾の分。うんうん、ここがオオサンショウウオと呼ばれる部分なんだけど、あとこれみんなが使いすぎてもう擦れちゃってるとこあるやん。うん、まあ定番になりすぎて擦れちゃって、うん、これが今擦れるんだよね、この形。これだよ、オオサンショウウオ、うん、このオオサンショウウオの部分がもう一番いい。マジで、うん、これこう見てもこうだから。ああ、これそこの部分な、うん、比べてみると分かるけど、うん、シルエット的にこれが違うと思うよ。あ、似てるじゃんこれ、見てこれ、うん、実はブルフラットとオオサンショウウオってすごい似ているんだけど、うん、サイズ感違う。尻尾のね、この部分、うん、これを縦にこうビヨーンと、うん、オオサンショウウオっていうところがこれ一番いいんだよね。泳ぎ方が全然違うよね。違う、安定感が違う。オオサンショウフォールする時の安定感違う。オオサンショウウオはいい、やっぱりいい、強い。このヒレがついてるからもう泳ぎ方も全然違うし。ああ、自然、そうか、ナチュラル。
めちゃめちゃナチュラルです。ちょっともう大山勝負もう手放せないな、これは。手放せない正直。もう明日行って買い占めたらもう全部全国。いや売ってないんだよ今、品切れ続出だよ。廃盤。違う違う、売れすぎてだよ。あ、そう。入手困難なんだよ今。あったらラッキー止まなきゃ。ここにも追ずる。ここにもここにもバスの精子がついとんよ。これさっきのバスね。バスの精子なんか出した。卵子かわかんないけどついとんよもう。マランはもう。ああもうほんと。なんやもうほんと。精子は嫌なんやもう。ちょっと。みんなにお願いがあるんよ。はめてはめてくれんか。はめて。なんでこれ。何をはめるんだお前。好きだな独り言。好きだな。最初はね、このグリーンもついてます。あ、おお。グリーンもね。どっちが好きよ、お前実績的に。いや、実績的にまでグリーンだったんだよ。でも昨日からこれだけ、これしか投げなかったの。で、さっき釣れたのもこれだったの。うん、結局この指令だったら何でもいいんじゃない。うん、どっちでも俺も、うん、そんなに食いに。まあ状況にもよるんだろうけど、まあ今これで釣れたね。お前たまたま目についたやつただ刺してるだけだから。そうだね。どっちが釣れるっていうのもないかな。前はこればっか使ったのね。フラットも、うん、これ見てるやろ、うん、でも違うんだよな、俺な、うん、はめさせてはめさせてねえはめさせてもうピコンかな。何やあれ。何はめてってはめてって何やあれ。はめさせてってなんや。ん？何やあれ。知らん。何あれ。え？何あれ。あれ何や。なんだろうね。はめて。はめて。はめさせて。何やこれ。知らんよお前。何やこれ。勝手に言ったの。好きだな。ギャグか新しい新手の。まあな。新しいギャグか。まあまあ。ギャグだ。どう。当たりなし。当たりないか。うん、まだまだやな。大山勝負を。大山勝負もっとねっちょりねっちょりと。攻めとる。ウエットにウエットにとね。つってね。来た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 。でかい。ちょっと待って、ねえ来たか。ゆっくりゆっくりせ。落ち着け落ち着け。バスバス落ち着け。来た来た来た。お前も来た、取れよ。よっしゃー。おーよっしゃ。40アップ。おお、まあまあやで。来たね。おお、来た。ただろ、女壁沿い俺がもうちょっと撮影できんかったけど、なんかわかんないけど来とったわ。大山勝負を。なんかおると思って気がついた。大山勝負を。おー待てよ。40ぐらい。42 41、かかってみようか。俺やったよお前。ちょっと測ってあげるわ。あれこれや。よかったな。もうちょっとまあ半分さっきの俺の見てすねかけだったのに。プリだプリ。これハラハラハラ見てくれ。これプリ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 。大山勝負を壁沿いか。50連発寝掛かりだと思ったら食っとったか。何センチだ。ちょこ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 ちょ。しゃしゃしゃ。50ぐらいかな。
い、42ぐらいか、41、2 40? 0がここだからね、ここ41、2 42はあるな、3か、なんかでも重いやろ、重い、重い、うー、やったな、お前、42貸して、オッケー、これでお前今回のチョコ重いな、重い、40にしては重い、やっぱプリだからだよ、プリだよ、プリ出すよ、こいつなんかまたプリプリ、プリプリよ、これ腹が、これゾイにおるぞ、ゾイおるぞ、プリプリ、このペースでいったらもう10本取れるぞ、お前、これ取れる、オッケー、オッケー、オッケー、ちょっと産卵だから大事に、卵持ちだから、よしよし、やったお前、オオサンショウウオのおかげ、壁沿い、オオサンショウウオです、壁沿い投げたよ、釣れるよ、あ、釣れるぞ、50釣れると思うんだ、50 50な、50取ろう、取ろう、取ろう、おめでとう、プリプリ、もっと大きいのちょうだい、はい、もう3時になりました、ギルさんどうですか、あれから釣れんのんよ、全然釣れんのんよ、もうあれから、うん、そんなことよりはめて、はめてや、もっとはめてくれんかな、もっとなあ、みんなもっとはめてよ、これこれ見とる、お兄ちゃん、お姉ちゃん、おっきいのはめて、おっきいの、お兄ちゃんはめて、おお、みんな聞いてや、最近悩みがあるんよ、ケツの穴が広がってきたよ、ケツの穴が広がって、いいよ、変える、おお、微振動、それ止めてね、震わせて尻尾がいい動きするよ、ピョン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 と、うん、この間見たから、これな、何で見たの、キープキャスト、ああ、いい動きとったら、いい動き釣れるから、それで投げてきゃ、11インチだな、でっかいの釣れる、女神11、女神キを変えるんだ、カンピオーネを変えて、カンピオーネをやめてな、ああ、これ女神器中、良さそうじゃん、攻めてってベイトでできるかな、これちょっと軽いから投げてみたら、投げてみて、すぐバックラスト、バクラした、バクラした、ちょっと風がね、強風吹いてきたんで、今回の、能感しましょう、帰ろう、危ない、ブワーって吹いてね、無理だよこれ、
一瞬船が転覆しそうになったね。転覆するよ、ほんと強風が吹いてね、突発的にブワーって吹いて、今止んでるけど、ああ山の谷まで今日風が強くてブワーってさっきものすごい風吹いたんだよね。すごい風だったよ。転覆しそうになるぐらいの。やばかったよな。危ないよ。危なかったよな。危ない、もうちょっと疲れた、そのテンション無理。あ、無理。危ない危ない、危なかったな。危ないぞ。ヒグさん、でも今日お前良かったな、連れてな。おお、本当は本当は50があと2つぐらいあげたかったけどな。あげれる予定だけど、まあ今回は風が強くてしょうがないな。今からまだ風が強くなる予報で、なんでやめましょうか。やばいやばい、安全第一で死んじゃうよ、ほんと。安全第一で行こう。お、行こう。みんな悩みがあるんよ、悩みがあるけん、ちょっと聞いて聞いて。たたんごよ、もうたたんごよ。悩んどんよ、たたんけど、はめさせて。